用心棒怪獣ブラックキングと共に銀河に名を馳せた誇り高きナックル星人の戦士。地球で平穏に暮らしていた彼の心の中に残る炎、それは夕日と共に燃え上がる消せない戦いの記憶。次回ウルトラマンタイガ夕映えの戦士。つくづく期待を裏切らない奴らだ。カット。はい、というわけで10話、夕映えの戦士、監督の竹瀬です。今回の第10話は、まあ、あのタイトルの通り夕日の中の戦いというところが、まあ、一つ、見どころになってるんですけど、戦いのとは、戦うということはどういうことなのか、それを、問いただすような、話になってます。今回その織田役にですね、石橋保さん、やっていただけるということで、非常に、僕としても力の入った、ワインになってます。まあ、まずこのお話の取っかかりとして、ナックル星人というものというこの星人が一番初めに出てきたのが、あの帰ってきたウルトラマン の, あのジャックとの戦い。これはまあ非常にこう、まあ、ファンの皆さんの中でも、印象に残った話じゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そこの部分のですねエッセンス、そこからですね、お話を、ちょっと広げていって、夕日の中の戦いでどういうふうにこう、まあ、表現していくか、まあ、そこの部分があの一番こう、まあ、力を入れて、今回、取り組んだところです。今回夕映えの戦士というタイトルにしたのは、やっぱりあの僕自身そのウルトラマンが夕日の前にですね立っている、そのやっぱりものすごくそのウルトラマンを象徴するようなやっぱり力強い絵、だと思ってるんですね。でそれをとにかくそのあまり合成にそんなに通らずに、取り切りのその中で、どういうふうに、まあ、面白く、まあ、切なくこう描いていけるかっていうところを、まあ、あの一番 こだわってやった部分で、実際その特撮の、まあ、予告とかにも多少使われてますけど、特撮の中でそのナックル星人とタイガーが戦っている、そのバックにその夕日を背負っているという、あの大体あの1メーターぐらいかな、1メーターぐらいの直径の、丸く切ったあの白い乳白のアクリルのタイガーに、後ろからこうライトをパーンと当ててですね、でそれでああいうあの太陽に見せると、これはもう、そうですね、50年以上前そのから、まあ、特撮ではよくやられている手法なんですけど、アクリル太陽にはアクリル太陽の良さがあるし、そのなんて言うんでしょう、一種そのリアルな太陽よりもう一つこう叙情的な、うん、まあ、そういうふうなやっぱり印象があるんですね。だからそのアクリル太陽をっていうものを、要するに特撮のスタイルのステージの中の真ん中に置いて、そこで、まあ、戦うことによってその叙情感であったりとかっていうところもあのかなり、絵としては出ていると思うんで、まあ、そこが一番こうなんて言うんでしょう、今回の、このお話に合ったところかなと。ウルトラマンタイガー第10話夕映えの戦士、皆さん、ご期待ください。それではよーいスタート。ウルトラマン太郎の息子、その名はタイガー。誰だ、おいスクワット。俺はお前で、お前は俺だ。光の勇者タイガー、ライトクルーナ。良き旅の終わり、ウルトラマンタイガー、毎週土曜朝9時。